皆様こんにちは。オーバーウォッチの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょうというところでございますけれどもですね、まあ今お金がですね3310円あるんで、なんかスキン買いましょうかね。ウィンストンのスキンも今までずっと持ってなかったので、アンダーシーっていうのを購入したんですけれども、あれ出てこないな。どうしちゃったんだ。あ、出てきた。ラインハルトの買います。でもラインホーンハルト買っちゃいましたからね。むしろレジェンドスキンを持ってないヒーロートールビョーンとか、まあトールビョーン買ってもな。ブラックビアード、デッドロック、まあいっか。では行きましょう。ライバルプレイ2263からのスタートでございます。今日もしっかりと勝っていきたいというふうに思っております。半蔵もちょっとうつむき加減で、セントス君の働き期待してると、やっぱしてないかも、そんな顔してますね。ハリウッドへようこそ。ハリウッドやらせていただきましょう。2262対2263の戦い、ほとんど五分と言っても差し支えないでしょう。まあこの1の差がもしかしたら大きいアンダードッグなのかもしれませんけれどもね。では行きましょうというところですが、自分はですね、いまだにこのマークの意味がですね分かっていなくて、シルバーなのかプラチナなのかが分からないですよね。ゴールドがこちらが4人、向こうが5人という中で、シルバーなのかな、プラチナなのかな、分かりませんけどもね。まあやっていきましょう。ハリウッドの防衛ですか。まあでも大体のところで使うのディーバですからね。他のヒーロー、あ、ルシオがいない。まあルシオなんかいなくてもいいんじゃないですか。ズンズンズンズズンズズズン、あ、ルシオになっちゃった。わかった。いや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 、ルシオやりますよ。なんならね。違う。回復して何様なんだ俺は。まあまずはこの辺で待ち構えるとしましょうかね。足を引っ張るな。来てますよ。来てません。マジか。やられます。ああ、いって。これ大変な被害を被りました。メックが。あ、これまずいね。一気に崩れますね。どうする？回復取りに行きたい。お、でも。いや、これどうしよっかな。いや、きっちいな。あ、危な。いや、わざ。切れるかな？切れた。ありがとう。マジか。俺誰狙えばいいのこれ。よっしゃ、うねー、アナありがとう。ちょっと目先のタンクを狙っちゃいましたけどね。あんまりライン上げるのはちょっと怖いですかね。マジか、俺もっす。カシュリキチュ、これで一人ぐらいは倒せましたね。いやー、これロードホックやれるかな。
逃げろ。さあ逃げて、ライン上がる。俺は早いの、そんなところで。あざっす。誰の方うまいっすね。死にます。メック来たいな、メック来たい。俺の目から逃げる。俺ね、掃除か。切れる。おーい、すっげー走ってきたし、しかもなんか白い紐ついてた。障害よ。はい、さあきついですよ。みんなやられてる。え、いや、行きましょう。 やめましょうごめんなさい、言うこと聞いてなかった。先生、俺が悪かった。怒られるやつやで。あ、でもルシオの方も頑張ってらっしゃる。目標を喪失。ルシオが生きてるんだったらどっち？はいはい。まあでもね、ルシオ率先して使ってくださったからね、今日みんなね言うこと聞いて。お、これはやつは絶対に逃がしませんです。どこ行った？いいですか？おお。はい、しかし回復が欲しい。回復取りに行きますか。おーい、それ俺の。バカ野郎。マジか。ディフェンスマトリックスであのフック避けられないの悲しいな。あ、これきつい。あー、終わった。これは結局取られてしまいそうな流れではありますね。やっぱりラインを前に上げすぎてるっていうのはあるかもしれませんよ。でも攻めるの好きなんだよな。イノススなんですよね。死んどくれ。とっておき。さすがに死ぬかな。うわ、倒せなかった。ちょっときついな。なんとかしてあのマーシーを倒したいですよね。あっ、空切れる。どうなんだろうこれ。マーシー倒したいけどな。この上からも離れたくない。おお、よかった。素晴らしい。スコア0対1。サイドを交代。あれ、今ルーシーって言ってませんでした自分。お、誰かが抜けた。相手だ。間もなく突入します。かわいそうに。ルーシーはマーシーとリーパーが混ざっちゃったのかな。あ、でもルシオか。ルシオとマーシーが混ざるとルーシーになるんだ。
いいですね。これで、オフェンス2位のタンク2位のディフェンスとサポートと。お、これでタンク1か。だったらラインハルトやりますよ。なかなかぶっ飛びそうな兵だじゃねえか。お、かっこいい。みんなのアピール合戦やばいですね。ぼーっとしてる場合じゃないの。あー、もう相手2人離脱しちゃってるもん。もうこれこっち必勝だっていう気持ちがあるんでしょうね。まあ正直、あー、もうダメだ、もうみんな抜けちゃってますね。 3-6 で勝った例って多分こんないんじゃないですかね、金輪際。あー、4人抜けちゃった。え、これ6人抜けたらどうなんの。え、あ、5人抜けちゃった。え、これどうなるの。え、な、やったことないんだよな。敵ターレットマジか。1人でターレット、でも2人分の働きできますからね。え、これ6人抜けたらどうなるんだろう本当に。トールビアンの方どちらにいらっしゃるんだろう。さっきタレットの攻撃は食らいましたけどもね。これはいいですね。こちらに集合だ。ついてこい。集合だ。もう大混乱ですね。じゃあせっかくですから景色のね、ちょっと実況とかもできればなっていうふうに思うんですけれども、まあ、ハリウッドというからには、まあ、映画村みたいなところなんじゃないかなって自分では思ってますね。で、中に入っていくとなんかこう、なんでしょうね、アニメのキャラクターとかなんかそういうのがいらっしゃるみたいなね、そんな形もあったりもしますしね。そうですね、だからやっぱりなんかこうガンマン系のキャラが映えるステージなんじゃないかなっていうふうに自分は思っていたりもするんですけれども、まあそのこういうこともあると、生きてればあるということですよね。まあでもね、やっぱりね、いろんな部分を内包しているのがまあ、FPS であり、オーバーウォッチであるというところですからね。まあ、しょうがないですよね、一人抜けちゃったら。結局、やったって負けるの確定ですからね。いや、いい切り。バッサバッサと、このハリウッド映画村で、あえてやっていく。これが、現実式ですね。俺に入れろ。いや、こっちっしょ。いや、確かにね、ルシオの方は回復してくれたし、ルシオ率先して使ってくれた。しかしこの私セントスも、いやー、ほらー、それなりの活躍はしてましたよー。そして開ける箱もありませんから、今回の動画はちょっと早いんですが、これにて終了とさせていただきます。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。